ハンカチの中で可愛い子犬が、不思議なプードル。さあ、ここに糸の通ったビーズがあります。さあ、これをこんな風にすると、よいしょ、ここはこうやってと、よし。さあ、そうすると可愛いプードルができます。これを泣かせてみましょう。白いハンカチを使います。よし、このプードルをハンカチで包んでと、信じられます？じゃあ耳を近づけて、ね、泣いてるでしょ。不思議でしょ。誰かに描いてもらった犬の絵も泣き出しますよ。ほーら、仕掛けもとってもユニーク、不思議なプードル。